カイホーナオトです、ディファイングラビティコンサートに出演させていただきます。もうシュワルツさんの楽曲はですね、本当に僕好きで、あのウィキッドは本当にあの3本の指に入るぐらい大好きなミュージカルですし、あのピピンはブロードウェイで、僕が初めてブロードウェイ行った時に一番最初に見させていただいた作品なので、思い入れもとてもありますし、あのノートルダムの鐘はじめ、ディズニー作品でも、詩を担当されていたりとか、あのとってもとっても思い出もありますし、大好きな作曲家の方でございます。その歌をですね、この素晴らしいキャストの皆さんと歌わせていただく、本当に幸せな機会をいただいたなと感謝しております。もう皆さんも楽しんでいただけるコンサートになると思いますので、ぜひぜひあの素晴らしい歌声、そして素晴らしい楽曲を堪能しにいらしていただけたらと思います。どうぞお楽しみに。